さあ皆さんこんにちは。今日は富士スピードウェイで開催されているモーターファンフェスタっていうところに来ております。会場の様子をお伝えしたいと思います。イベントの様子としては屋外版オートサロンっていう感じで、今ちょうど D1 やってるんで人はすごく少なくなっちゃってるんですけど、前回前々回よりかなり人は入ってる感じです。でフォンドグループもこんな感じで展示させていただいてます。大阪店のザガート、これ別の動画で詳しく紹介してますんで、ぜひ興味のある方見てみてください。多分日本に2台ぐらいしかないんじゃないかなっていう、そして1億円ぐらいする車です。花開きのホイール入っててこんな感じで、外装全部フルカーボンという。そしてこちらはモンド東京でブログでもご紹介させていただいた G6 さんのマグノヒーロー限定車です。なんとマットグリーンということで、プラバスのパワードームとプラバスのリップ、そしてアナーキーの24インチ履いてます。でこれだけじゃないんですよ、なんと電動サイドステップもついてて、プラバスのマフラーもなんとついてると。そしてローダウンはH&R のスプリングでローダウンされております。これも別の動画でご紹介させていただいてるんで、興味のある方見てみてください。フライングスパーこんな感じで展示させていただいてます。例の重症患者さんの車です。そして今回はこの3台だけじゃなくて、なんとボンド大阪のウラカン STO HRE さんのブースなんで、なんと HRE のカーボンリムが装着されております。これしかもグラフィック全部剥がしたっていう真っ黒黒の個体、こんなの多分ないんじゃないかなと思います。車両担当した岡くんです。はい、すいません、 HRE JAPAN です。今日は HRE JAPAN、 今日は HRE JAPAN、はい、これまた別の機会で多分詳しく紹介させてもらえると思うんですけど、はい、まだ完成してないんで、はい、なんとあの真っ黒黒にしちゃった STO、 もともとグラフィック入ってたんだよね。そう、もともと黄色のグラフィックが入ってて、はい、で、あのダセーから全部剥がせって全部剥がして、で、キャリパーも黄色だったのでキャリパーも塗っちゃって、はい、ランボルギーニー謝ってください。いや、もう、あの、なんかすいませんSTO ってカーボンパーツが全然、あの、供給不足。あ、そうなんだ。だから、新車で STO でもやっぱオーダーできないとかが多くて、え、オプションが、オプションが、あ、そうなんだ。で、なんか頼んでもいいけど納期わかんないっすよとかが多くて、で、もうオーナーさん、じゃあ全部変えようって言って、うん、全部変えました、あとからその詳しいところは、はい、じゃあ別の動画で、はい、とにかく、じゃあ、はい、STO オーナーさんとか詳しい方が見れば、はい、え、何、なんでこれこうなってんのっていうところが盛りだくさんなこちらの車、はいはい、じゃあどこまで紹介します？ファッと、はい、次の動画がもったいなくなった、はい、じゃあまあ、あのカーボンホイール、カーボンホイール、はい、やってまいりました、はい、もうあの土といった去年のオープンハウスで日本1号車僕がつけるって言ってきたんで、ちょっとなんとか日本1号車実現しました。実現しました、はいはい、これすごいんだよね。めちゃくちゃ軽いっす、やっぱり、はい、純正と比べて2キロ軽いっす。本当に、はい、本当にだって STO だから純正でもめちゃめちゃ軽いんだよ。めちゃめちゃ軽いっす。だからリアはインチアップしてるんで、あ、なるほど、はい、あのリアで 800g アップでした。あ、そうなんだ、はい、でもフロントで 2.1 キロ1本で、へー、軽くなってるんで。まだ完成じゃないんだよね。まだ完成じゃないです、はい、完成した時にもう普通に見たらこれどっからどう見ても完成してる感じなんですけど、まだね、あるんすよ、やりたいこと。まだ続きがあるらしいんで、それは別の動画でご紹介したいと思います、はい、ぜひ皆さん楽しみにということで、はい、そしてもう1台この HRE のブースに飾ってあるのはパノラマクラフトさんが製作した RS6 でございます。先ほどオーナーさんとお話しさせていただいて、愛車紹介行きますかって言ったんですけど、あのお断りされました。ということでこちら、これすごいな。これパッと見るとディッシュのこれじゃないですか。これぐーっとこう入っていくと、この薄さとこの根茎部、これ聞いたら4本通しで 10.5J って言ったかな。こんなキャリバーも離れちゃってるっていう。そしてつらつら、本当になんか昔のレーシングカーのエアロホイールみたいな、そんな感じのシルエット。そしていかつすぎる、真っ黒じゃないですか、すげえ。これ紹介したかったんです。これ重要だよね。これそうですね、タイヤの見え方が変わりますよね。そう、このフランジの形って結構皆さん1種類しかないと思われてる方いらっしゃるんですけど、このホイールによってはこのくるって丸くなってるのと、こっちのこの J リップとかって言ったりしますよね。そうですね、3ピースは J リップ、そうですよね、はい、このフランジの2種類あるということで、見せ方によってね、はい、引っ張ったりするとこっちかっこいいよね。そうですね、でこっちはムチッと履く方が似合うかな、ね、ポルシェとかこっちがいいかな、という違いもあったり。さあ、というわけで今回は
富士スピードウェイで開催されているモーターファンフェスタ2023の様子をお届けいたしました。また全国そして世界中のイベントの様子もお伝えしたいと思いますので、ぜひぜひボンドチャンネルのチャンネル登録、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。